なぎさです。しほこです。最強超人あつまです。なぎさん、だいぶ前から気づいてはいたんだけど、はい、やっぱね、なぎさはね、度胸がない。なんで？なぎさの度胸を俺は鍛えなきゃいけないなと思ってるんだよね。というわけで今日の企画はこれだ。なぎさ、電話帳じゃんけんで度胸試しをしろー。イエーイ。あつまチャンネル。はい、ボーナスチャンス早いな。ボーナスチャンスは、うん、ご家族。わお。じゃあ僕行きましょうか。はい、うん、ちなみに家族はどなたに？はい、高橋。ほら出たー。もうずるいもん。簡単にするね。おい、ハロー。はいよ。ずるい。大丈夫？はい、どうも。パパさ、うん、俺のことどう思ってる？何？俺のことどう思ってる？あんたのこと？はい。かわいいわ、絶頂でめっちゃいい。大変かわいいよ。俺のことはどう思ってるの？親父のことは俺は尊敬してるよ。いやいやいや、もう自由にさせてもらって。突然、また電気ビリビリか？いや、電気ビリビリはないよ。電気ビリビリはないよ。ありがとうございます。はい、じゃあ気をつけて頑張って。了解。はい、じゃあ私も電気に耐えて頑張るんだよ。はい、ありがとうございます。はい、うわぁ、ちょっとめっちゃいい。どっちにしようか今迷ってる。人ですか？いや、もうめっちゃ熱まんか。もしもし、ばあちゃん。聞こえてる？はい。あのさ、俺のことどう思ってる？ちょっと聞いてみたくなっただけなんだけど。変だね。子供と思ってる。おう。何あんた頭正常？何あんた頭正常？正常だよ、正常。いや、異常かもしれない。じゃあ、ちょっとまたかけるわ。なんだ、その質問は。またね。はい。はい、じゃあね、元気でね。はいよ。ちょっと。ダメじゃないこれ。面白すぎるでしょ。あつまチャンネル。これ、テラに電話しようか。おお、テラハさん。いや、ずりーよ、なんか近いもん。あ、忙しいな。電話出ない。出ないですね。はい、10コールでちょっと出なかった。はい、はい、じゃあ、一番お利口さんの後輩に会いましょうかな。それずるいよね。お利口さんの後輩ね。誰ですか？マハラ。おお。しかも電話番号合ってるかもわからん。じゃあ、はい、よーし、分かった。じゃあこれでいこうか。森本ひちょり。すごい。よーし、ひちょり。あ、お疲れ様です。大丈夫？今どうしました？あの、全然急なんだけどさ。はい。俺のことをどう思ってる？嫌いです。嫌いです。
人。はい、ありがとう、またかける。了解です、じゃあね。ちょっと最高すぎる。もう仕込んだばりの面白さ。あの一緒にヤクルト行った山中。こっちも点は出ないもんな。あ、ご無沙汰してます。お、山頂元気？お疲れ様です。はい、お疲れ様です。大丈夫今？はい、大丈夫です。山頂さ、はい、俺のことどう思ってる？どういうことですか？いや、どう思ってんだよ。どう思ってる？あ、お世話になった人です。それだけ？あと何ですかね。そんな急に言われてもちょっと見てっぱりますね。いっぱいあるでしょ。あとは優しい。ああ、はい、いい親分肌。おお、面倒見がいい。おお、ありがとう。可愛い後輩だよ、はい、お前は。はい、どうしたんですか。うん、愛してるよ、またな。待ってくださいよ。何？待ってください、どうしたんですか。強制終了。めちゃくちゃテンパってましたね。チャンネル登録よろしく。おお、沖縄と仙台。電話し。おはよう。誰ですか？ヤマト。オレンジ？レンジ。レンジの。おお。電話出ないの？忙しそうだね。オッケーです。はい。俺でもね、あんま電話したことないけど一回電話してみようかな。コンちゃん、コンバット。おお、コンバットマンさん。はい、もしもし。もしもし。はい、あれ、コンバットマンさん。そうです、そうです。あ、お疲れ様です。あれです、荒垣です。あ、はい、お疲れです。で、コンさん、はい、はい、僕のことどう思ってます？好きだよ。ありがとうございます。僕なんだ、気持ち悪いな。僕も大好きです。今日ラジオでまた喋るよ、あなたのこと。あ、ぜひよろしくお願いします。どれだけ適当な人間か。どれだけ適当な人間か。ありがとうございます。じゃあまた連絡します。はい、すいません、失礼します。すごい、一発目で。あつまチャンネル。かけてほしい、この人に。行ってみようか。やった、いいですか、言って。川崎宗則さんです。宗り、宗、電話出ない、絶対。嘘、俺やめたもん。ムネリン、ご無沙汰です。ご無沙汰してます。先日はどうもありがとう。こちらこそありがとうございました。ムネリン、あのね、ちょっと今一言だけ聞きたいことがあって。どうしましたか？俺のことどう思ってます？好きですよ、さんはね。ムネリン、ありがとう。おしゃれで、おしゃれでね。うん、本当に素敵ですよ。最高、ありがとう。俺もムネリン大好きだよ。ありがとうございます。ちょっとまたかけるね。また待ってます。はーい、じゃあねー。イエーイ。うわー、すごい、好きだよ。俺30ポイントじゃないのかこれ。そう、俺もムネリンで足ればよかった。ちょいちょい名前出てたのが面白かったんですけど。よし、こいつ電話しようかな、こいつ。誰？誰？翔。岩崎翔。岩崎翔。はい。お疲れ様です。お疲れ様、翔。お疲れ様です。はい。大丈夫？はい。あのさ、はい、一つ聞きたいんやけどさ、はい、翔、俺のことどう思ってる？キリンさんとしか思ってないです。キリンさんとしか思ってないです。キリンさんとしか思ってない。そうそうそう、レジェンドだ。お、
レジェンド。はい。じゃあありがとう。また後で。はい。はい、そうです。何今の？何だろう？何だろう？今の好きじゃないじゃない？キリンさんだと思ってる。テラーから電話かかってきます。テラー。はい。俺のことどう思う？なんでその質問？俺のことどう思うって。彼女。彼女。なん誰が彼女だよ。彼女誰が彼女に、彼女にすら言わんよ。なんか俺のことどう思う？どう思うかだよ。え、どういうこと？どんなにどう思う？答えろ。早く答えろって。ないどう？いや、いい先輩です。いい先輩。いい先輩でしょ？うん、俺もまあいい後輩だと思ってる。なんすかこのやりとり。めっちゃ笑ってるやん、後ろ。じゃあな。まだか、お疲れ様。あ、お疲れ様です。まあ、試合中でした。はい。試合中だった？試合中でした。今日はあの北斗の短文と試合だったんで。ごめんね、急に。あ、いえいえ、どうしました？あのさ、一言聞いていい？はい、はい、はい。まあ、俺のことどう思ってる？え、いやいや、もうめちゃくちゃそんなん尊敬できる先輩ですし。ありがとうございます。ちょっと後でまた電話します。わかりました。はい、ごめんね。はい、そうですね。はい、あつまチャンネル。スナックのママばっかりな。それは基本的に排除していくからですね。俺が得意みたいに言うんじゃねえよ。完全に今両妻家とスナック好き。そうしょうこチャンスある？言うよ。何ですかそれ？しょうこチャンス。はい、二人もこれなかったらしょうことあれでしょ、あつま罰ゲームでしょ。うわ、山本から電話かかってきた。おお。ぬそが。私も殺し屋さんの人ですか。何や殺し、ね、何や殺し屋ってお前。人を食べる人ですよね。人食べんしよ、お前。元気してんの？元気ですよ。ヤマト、俺のことどう思ってる？ナギよ。ナギよ。ナギめちゃくちゃいい兄ちゃん。いい兄ちゃん。ありがとう。じゃあまたね。え、なんだそれ。バイバイ。おへん、待てる。ダメだ。すごい。これはもうね、すごい乾杯だよ。ですね。もうあのもう渚の最強超人へのね、大きな一つの扉を開いた気がするね。うん、勝者は渚さんでした。もう珍しい。初めてじゃない？人に恵まれてるって僕は思いました。はい、思いました。ということで元気だな。二人に罰ゲームを受けてもらいましょう。はい、では行ってください。はい、行ってください。はい、行ってきます。いただきます。はい。わ。うわ、辛。あーあー。これそうだった。辛い。こんな辛かった。ああ。やばい、痛い。汗が。よい子のみんな、ね、やっぱり友達は大事にしましょう。違う、チャンネル登録よろしくねだ。お前の夢が叶うと思うなら、なんならポチッと勇気振り絞るチャンネル登録。